皆さん、こんにちは。10分で新書。小川博の YouTube チャンネルです。ナビゲーターを務めるのは、パンダの徳丸です。よろしくお願いいたします。はい。今日は第35回です。紹介するのは、こちら。じゃん。聞きます。こんな感じですね。 築地,でた築地で食べる。古関淳さんの、えー、本ですね。公文写真書から出ております。ということで、築地で食べると言ってもね、築地ももう平常してしまいまして、2018年に平常してしまいまして、今は豊洲市場ですね。まあ、そんなに遠くもないの。車で5分ぐらい、5分。 10分はかからないと思うんですけどね。ただ、まあね、あまあ、場内から出るのにすごい結構時間がかかる。動線がね、えー、悪いんでっていうことも、まあいろいろあって渋滞するんじゃないかみたいなね、いうのがあるんですけども、まあまあ、距離としてはその遠くないかなっていう感じなんですけども、ね、だいぶ移転でもめましたよね。築地のね、移転は。っていうのは、まあね、築地のね、えー、それ構造というかね、えー、まあ、 83年のね歴史があったわけですけどもまあ何て言うんでしょうその83年のね歴史で積み重なってきたものがいっぱいあってですねそんな簡単に移転できるものではないっていうのはね、えー、一つの問題としてあったのかなっていう気がするんですよ。っていうのは築地っていうのはもともと築地の市一まあね豪雪市場ですけどもまあこれ場内城内と城外と2つに分かれまして、まあ、城内っていうのはね セリーチをねやってる、まあ、テレビなんかでもねご覧になったことある人多いと思うんですけどもセリーチなんかでやってるところが場内対して場外市場っていうのもあるんですよね。うん、でねちょっとねあの、まあ、この本読んでいただくと地図がね載ってて、まあ、それを見るとなるほど分かりやすいってなるんですけど場内市場はあのプロしか入れないよみたいなことをねたまに言ってる。 言われるることもあるんですけど場内市場でもご飯食べれるあのね一般の人がご飯食べれる場所もあったりとかしてそ,こでねだからそれだけで場内場外を分けられるわけじゃないんですよね。で場外っていうのはまああの地図にあるんですけど場内のまあ北側にあるようなお店が並んでいる場所で場外市場って言われるところなんですけどもまあ移転したのはこの場内って言われるところですね。 で場内はまあ卸売市場って言われるようにまあ東京都が。 解説して、えー、公正なね、取引ができるような、えー、まあ、なんて言うのかな、食料供給の観点から、こういうのは、えー、国とかね、自治体とかが、かん、ちゃんと管理しましょう、管理しましょうね、っていうところなんですよね。っていうのは、やっぱりその、まあ、食料っていうのはね、人間なく、ないと生きていけませんから、この流通が滞ってしまうと、えー、市民生活、普段のね、暮らしに、すごく影響がある。 で不当に例えばねお米でもいいんですがお米とかそういうのを買い占めてしまうね大資本の流通業者が買い占めて高値で売り抜けるみたいなねそういうことが起きてしまわないようにこういう公設市場でちゃんとしたオープンの場で取引しましょうねっていう目的があったわけですね。はい でこのもともと築地っていうのは築地あのずっと昔から築地にあったわけではなくても、まあ、元はね日本橋にあった魚かしだったんですよね。まあ、魚かしっていうのは、まあえー、江戸時代のまあ魚をね取引する、まあ、公設し卸売市場みたいな感じなんですけども、ね、で卸売市場でまあ魚屋さんが魚を仕入れてきて魚屋さんが小売りで、えー、と一般の、ねえー、人家庭に。 ね、売るっていう感じの体裁をとってたんですけども、まあ、それがね関東大震災で壊れてしまいまして、ねえー、それでまあ日本橋壊れちゃったんで、まあ、壊れてしまったからに、まあ、新しくそこで建、ねえー、て直せばいいんですけども、まあ、時代も時代であったので、まあねえー、貨物輸送ということをね重視して、ね、当時は、えー、まあ鉄道になるんですけども鉄道で全国から、えー、築地に物を集められるようにする って,いうえー、っていう考え方から、まあ、築地にね鉄道を敷いてそこに、えー、横付けするような形で築地の市場が形成されていくっていうのがねあの日本橋から築地に移転した理由ですねただこのだからね汐留のね、えー、ところに貨物貨物のね駅があって、ね、そこからさらにまあ、ね、なんか魚とかは、まあ、築地に運ばれていったわけです 鉄道でね運ばれてったわけなんですけども、まあ推しね、これも廃、えー、線になりましてだんだんねトラック輸送に切り替えられていって築地市場じゃ狭いよねとかね不便だよねとかまあ狭いとか不便とかもあるんですけど、まあ、都心にあるからね渋滞するんだよみたいなのね。 ね、そういう言い方もあったりとかしてじゃあ都心にあるんだったらもっと郊外に持ってけやどうしても十分あれじゃないかみたいなね都心じゃないかみたいなことを言う話もあってまあまあそ,そうなんですけどでまあそれなんでまあそんな中途半端だったらもういっそのことを郊外に持ってっちゃえみたいなのもあったんですけど、まあ、それだと例えばね銀座とか、ね、そういうところ赤坂とかそういうところの仕入れの人が大変なん、まあ、高級料亭のねところが大変なんじゃないのみたいな意見もあって 銀座に残るっていうね、話もあったんですけど、まあまあね、まあ拡張移転みたいなね、こともしたいし、ということで、最近、あのね、最近のえ最新の設備に変えるっていうことで、築地にね、築地から、築地じゃん、築地から、えー、豊洲にね、移転したわけなんですけども、ね、で、まあちょっと話戻しますけど、で移転したっていうのはね、場内市場だけなんですよ。 で、場外市場っていうのは結局、まあ、築地場外って築地っていう風につく、つきますけど、まあ、平たく言ってしまうとこれ、商店街なんで <laughs>、えっと、築地の場内市場は、まあ、さっき言ったようにね、あの、流通の観点から、えー、保護されるもんなんですけど、商店街はね、別にね、あどこに、まあ、ど、どこにで割れて言っちゃいけないんですけど、まあ、いろんなところにあるんで、場、場外市場までね、ちょっと構ってらんないよっていう <laughs>、こう、ええー、みたいなね、場外市場も、まあ、決して、あの、なんだろう。 ま、築地とね、えー、なんていうの足に、二人三脚でね、発展してきた、えー、まあ、歴史がありまして、例えば、築地の城内で、まあ、セリーでね、魚を買います。はい、買った。まあ、例えば、なんでもいいんですけど、まあ、マグロとかカツオとか買いますよね。その後に、醤油必要だな。まあ、醤油もね、えー、卸売市場で買える、買えたりもする,するんですけど、醤油の、お刺身の、えー、まあ、盛るときにね、なんか、 まあお花とかね、よくなんか食べれるわけじゃないんだけど、なんかそ、この彩りを豊かにするためにお花を添えたりとか、ね、お弁当に詰めるときには、なんかあのね、ね、えー、草って言っていいのかわかんないけど、俺はそんな詳しくないけど、あのね、まああの、うん、添えたりしますよね。ああいう、まあその、なんだろう、小物類とかね、そういうのをついでに買っていく。 例えばね、醤油差しなんてもね、あの瓶,瓶もありますまあ、お店だったら瓶ですけど、お弁当だったらなんかあのね、プラスチックみたいなキャップ、なんか入れ物ありますよね。ああいうのを買っていく。割り箸も買っていくとかね。あと割り箸の入れる、なんか,なんか紙,紙もありますよねあ。ああいうのとかナプキンとかね。そういうのとか、まあ買って、ついでに、ついで買いっていう感じじゃないんですけど、まあ、あ足りない。そういえば、あれ、うちなかったな、買っていくか、みたいなね。 っていう、まああの、仕入れのついでに買っ、まあ、すぐ近くにあるんで買っていけるっていうね、えー、メリットがあったんですけど、この場外がなくなってしまうと <laughs>、ね、豊洲で買って、築地に行ってまた買ってみたいなね、ちょっと面倒くささが残るんですよね。うん っていうね、このちょっとした、あの、まあ、手間があるんで、場外、場内市場だけを移転しても、築地は場外と一体なんだよ、みたいなのがね、いろいろあったわけなんですけども、まあまあ、そう言ってもね、まあ、建て替えっていうね、大義名分に押されて、まあ、2018年に、ね、築地は平常して、えー、ね、今、豊洲にあるわけなんですけども、まあ、こういうね、 えーまあ、老舗がね、80年まあ、昭和35年に築地が開場してるので、昭和35年、1935年に開場してるので、えー、まあもうね、相当ここで営業してる人たちは老舗なんですよね、まあ80年とかね、70年とか、そういう人たちがいっぱいいたんで、まあ、寿司屋さんなんて、ね、もう3代4代の中、えー、なんで、ね、やっぱりこう、築地っていう名前がね、もうブランド化してるんですよね。 なんで、築地で寿司食べたいね、みたいなね、っていうと、なんか、おおなんかうまそう、なんか美味しいよね、みたいな感じになるんですけど、ね、あとお蕎麦とかね、っていうような感じもあるんですけど、まあ、この子のね、えっと、著者はね、まあ、築地で寿司を食べるって、まあ、もちろん結構な話なんですけど、まあ、中にはね、まあ、そういう、なんかブランドイメージをね、欲しくて出店している店もあって、対してうまくねえ店もあんだぜ、みたいなのをね、書いてるんで、まあ、気をつけてくださいね、みたいなのもありますんで、ぜひ。 皆さんもね、気をつけてと言っても、もう築地はないんですが、はい。うん、そんなね、感じで、まあまあ、えー、築地のね、ブランドっていうね、私もね、豊洲で、まあ、豊洲の平常も取材しまし,たしましたし、豊洲のね、えー、仕入れで、えー、まあ、他のところにね、えー、出店してるお店なんかで、いやー、前は築地で、築地でね、仕入れてたんだけど、今ト、豊洲なんだよね、みたいなね、言ってるお寿司屋さんとか、お好み焼きさん屋さんとか、 そういう話も聞いたんですけど、やっぱね、当時はね、やっぱ築地直送っていうのがすごいブランドだったんで <laughs>、なんかね、豊洲直送って言われてどうなんだろうみたいなのね、すごく悩んでるというかね、まあそういう人たちも、お店の人たちもいましたけども、今どうなんですかね。まああんまりね、そういうブランドでやる、ね、商売するっていうのもね、どうかと思いますけどもね。まあただね、やっぱね、市場ってね、バルセロナ、 あのね、私も世界のね、バル、あのー、市場ね、み、いろんな見て歩いてたんですけど、メルボルンのビクトリアマーケットとか、バルセロナのサンジェシ・ショセップ市場とか、そういうとこね、まあ行ってみたんですけど、やっぱ月木すげえわってなります。<laughs> なんだろう、うーん、な,なんだろうなうん。まあもちろんね、あの、まあメルボルンも、まあバルセロナも、 すごかったんですけどう、うーん、なんだろうな、果物とかね、野菜とかが、まあし、まあ、の扱いが多くて、あんまり魚とかね、そういうの、うん、なんかね、新鮮さがない感じなんですよね。まあ、なんか、ひいきみに見てんのかな、俺。うん、わかんないんですけど、そこら辺がね、ちょっとね、 ちょっと、うん、なんか、こう見て歩いててもね、うーんってなるんですよね。あとね、なぜかね、こう、メルボルンとかね、バルセロナのね、あの、市場ってね、なんか、服とか売ってたりするんですよ。フリーマーみたいな。<laughs> え、ここって別に、あの、公設市場みたいな感じで売らなくてよくないみたいな感じのものが結構置いてあって、<laughs> なんだこれっていうのがあるんですけど、まあそういう意味でね、築地っていうのは、まあよくね、海外の人も、ね、築地市場、 場場外市場場内市内どっちもね、えー、足を踏み入れてねまあ寿司食べたりそば、まあ、食べたりして観光にもなってましたけどもそういうところで人気があったのかなっていう気がします。はいということでね今日は、えー、関さんの築地で食べるを紹介しましまたそれでは皆さんまたねー <music>